ランニングはじめランズ。ありがとうございます。自分でもそう思います。角度がついてるのはさすがに難しかった。人間の形には考えられないですもんね。こっち向きに倒れて登るなんて、もうすごいパンパンになりました。次の日もうラーメンも食べれないくらいプルプルしてました。今回も9歳からクライミングを始めて17歳で日本代表に選出された大場美和先生に来てもらってます。お願いします。お願いします。ワンちゃん、あ、ちょっと距離縮まってる。嬉しい。ちょっと小耳に挟んだんですけど、はい、青森の岩を登りたいって。そうなんです。ゆくゆくはじゃあ青森の絶景を登ってみたいんですよね。おー、いいですね。じゃあ今日は、はい、ちょっと岩場をイメージした壁を登ろうかなと。おー、いいねいいね。思ってます。ちょっと傾斜が緩くて、緩い足にしっかり乗ってく感じの。あっちがゴールですか。そう、結構斜めですね。ですね、乗る足がすごく乗りづらくなってるんで。これですよね。そうですそうです。この薄いの点で乗るようにしないと。そう、点で乗るようにして登ってください、はい、じゃあ行ってきます。みやちゃん行きます。はい。あ、無理無理無理。お、いいね。あ、やばいやばい。どこに捕まえばいいの。待って、こっから少ない。そう、次あとそれで次がゴールだね。もう、おお、え、足は足は、あ、これ、おお、掴めた。ナイス、できたよ。イエーイ。いや、めっちゃうまかった。トップのホールドを持った時は体こう斜めになってすごいバランス悪かったんだけど、そのままパッて動いちゃわずにちゃんと足でバランス取れるところに体を動かしてから動けてたんで、それがすごい良かったと思います。おお、やった。じゃあ次はこの黄色のテープ、黒いやつ。そう、黒いやつ。え、あそこまで天井じゃん、もう。黒いの少なくない？え、黒いの少なくない？どこ使えばいいの？壁に貼り付く？そう、そういうこと。そういうこと。そういうこと。そういうことって言われてもできる気しない。バランス取りながらこう壁から剥がされないように壁にぴったりくっついてこう横に動いていくみたいなものが、まあ、これはすごい難しいんで、みわちゃんオブザベ使いますか。いいんですか。みわちゃんオブザベ見たいです。スタートがこれですね。はい、でそれもほとんどないのと一緒じゃん。そう、これは価値がアンダーでついてるって感じ。ちょっと注意があって、右カンテなしって書いてあるんだけど、はい、カンテっていうのがこの壁の角のことなんで、ここは使っちゃダメですよっていう。なるほど。スタートして、まずじゃあどうしますか。まず足一個この下のところに移動して。さすが。下に足行きたいんで、手もこっちに変えちゃいましょうか。で、思いっきり体をそっちに持っていきましょう。了解です。もう持ってくれた。で、あとはちょっともうみわちゃんがどうにか頑張ってもらってそっちまで行ってください。あとないんです。あとないよね。なんて、足こっちに開いたらさらにこっちに来れそうなんで。はい、開きますね。開いた。そしたらもうここが、うん、結構バランスの使いどころで、こうスーって、うわー、何も掴んでない時間がある。そうなので、こっからはじゃあ一回登ってみます。そんな角度になるの。レイバックって言うんだけど、うん、手で引いて足で押すみたいな形。へえ。そのバランスを使いながらこう上まで登っていく。すごい。ゴールかな。え、そういえばこっちの足何も壁についてるだけじゃん。そう、もう手離せるぐらいの傾斜高さ。でもさっきの体を思い切りこっちにっていうの一番重要なポイントだから。そうなんですか。そう、そこがちゃんとオブザベでできてたのは。なんか前やった時に、うん、手から行ったりとか足から行くんじゃなくて、もう重心を持ってっちゃうのが大事なんだと思ったんです。おお、さすが。ここにやって、こっちでこうしてって、で、あとでこう来て、オッケー、オブザベはだ、バッチリバッチリだ。こうやって掴んでましたっけ。そう、親指でこう押す感じで。あれ、登れないかも、ここに。まず
左足で蹴り上がって、よいしょって立ち上がる。よいしょ。そういうこと。壁に跳ね返される、なんか台の上に乗るイメージで。お、来た。うまっ。よし、行きます。はい、用意スタート。まず戻った。待って待って、うまい。はい、移動移動、体を、いけない、いけない、手離せない。あ、ちょっと届かないか。じゃあそしたらやっぱね、足を移動させないといけないから、左足にちょっと引っ掛けあ、そっか、こっちの足をここに持ってきてもいいのか。そう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 、それやってますよね、さっき。そうそう。あ、惜しい。ナイス。はい、いいね。この足こっちに行くの怖い。うん、まず体を左の方にやって、こう、そう、手はこの辺の壁ポンって優しく触っといてで、左足に立ち上がる。うわ、うまい。そしたらこれもあるから、大きいやつ。そう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 、そういうこと。手を、おお、もうこっちに行っちゃう。うますぎるうわ、滑る。なあなあ、やばいやばい。がんばがんばできたできたよ。オッケー、どうやって降りよう。できた。できた。めっちゃうまかった、本当に。いや、これに乗るのとかめっちゃ怖かったと思うけど。怖かったです、うん、滑りそうで。こっちに来てから体をこうくるって返すところとかがびっくりした。本当に完璧だった。え、すごくない？私もう絶対ワンちゃんって落ちないんよね。なんかなんとかしてこう一番いいポジション見つけるみたいな、うん、岩とかでもそういう力は結構大事、落ちないっていうのが。うん、うん、じゃあもっと極めていくか。うん、もうあ悔しい。